崎市の西北端にある菅町は玉川桃、梨の名産地です。この菅町に7月3日から市内初めての地域内有線放送設備が出来上がりました。すでに農業協同組合の放送室からは毎日桃などの出荷状況などが加入した500戸の各家庭に放送されています。1月1日より連日出荷をいたします。なお市場の休みについて4日、14日、24日は丸新、丸大。これは農協が新しい農村建設を目指して開設したものですが、放送のほか一般電話と同じように加入者間で通話できる便利なもので、町の人々に大変喜ばれています。